ゴールキーパー辻秀吾、最終ラインは左から引田雄斗、小川空、森下玲也、木村拓斗、中盤は谷本と深澤のダブルボランチ、そしてトップ下に石浦隊が、左のワイドに茂木俊介、右に曽根田豊、ワントップに松田力、4231を予想しています。ゴールキーパーは今日が J 初出場です、出森亮太、最終ラインは野田家、岡本、戸根、星、そして中盤は今日は久々の出場です、中原修斗、そして木村雄二、トップ下に山本俊介を予想しています。左のワイドに米澤玲、右のワイドに五稜純喜、ワントップに藤本典明を予想しています。最初のコーナーキックを得たのは愛媛です。ショートコーナーを使ってきた、ここから低いボールを入れて左足振り抜いた、石浦の最初のシュートでした。落ち着いて処理したのは出森です。変化をつけて、このプレーです、変化をつけてもう一度この位置からの石浦の左足、強烈なシュートでしたが冷静にさばきました。引田、ラインを上げる鹿児島、山本にボールが入ろうかというシーンでしたが、プレーオンです。アドバンテージを見ていましたがプレーオン。谷本、中央にかけていってドリブルが上手い選手、ここから右足狙ってきた、米澤のシュートが愛媛のゴールに吸い込まれました。先制点は3位鹿児島ユナイテッド FC。 左サイドでボールを持った米澤レイ、今シーズン2ゴール目、まず先手を取ったのは鹿児島です。外がはたいて、ここから自らドリブルで仕掛けていっての右足のシュート、今シーズン、昨シーズン終盤の怪我で出遅れた米澤玲、今日が J リーグ通算200試合目、第26節の復帰後初ゴールに続いて、この愛媛との上位直接対決で先制ゴールを決めてみせました。愛媛に来て何をするべきか、自分がどうすれば試合に出られるのか、何が足りないのか考えたとき、体のケアから始めて、そして90分間フルに走るということ、そういったことがここ数試合はできるようになってきていると話しました。さあ茂木は中央、松田のヘディングですが、これはうまくヒットしませんでした。どちらが蹴るか、が右足で蹴ってきた、直接狙うボールでした、ただこれはクロスバーの上、中央から藤本のパスが飛び込んでくるのは誰か、ふわりと浮いて巻いたボール、ヘディングシュート、最後は米澤玲が押し込んだ、オフサイドはない。さらに一歩前に出たのはアウェー鹿児島、米澤玲今日2ゴール目、先制点に続いてこの後半大きな大きな追加点を決めてみせました。米澤玲コーナーキックからふわりと浮いたボール、藤本のヘディング、最後に合わせたのは米澤でした。流して8番松田力、石浦キープ、そして松田へ、松田力右足でシュートを狙ってくるが、10番での攻防、さあ面談か、ただここは木村雄二がコントロール、矢田、松田力にボールが入る、縦にいる、さあ面談か抜け出して右足でシュート、ここは止めた、出森亮太が通さない、抜け出した弁談館の強烈なシュート、今日 J 初出場出森亮太がしっかりとゴールに鍵をかけました。やだ、最前線には弁談館の松田がいますが、ここで谷本ライン際対応するのは中原、自ら切り込んできて右足、矢田朝日左足でシュートを狙ってくる、こぼれたボール飛び込む、出森がしっかりとキャッチ、第13節から負けがない愛媛はここまで2点リード。さあボールを奪った遠藤、
中に入れてくる。目安の4分を過ぎました。ここから直接左足で狙ってきた。ここは辻がかき出した。まだ試合は終わらない。そしてここで長い3つの笛。独走は許さない。復活の米沢レイ、その2ゴールを守りきって首位愛媛、105日ぶりの土をつけたのは3位鹿児島ユナイテッド FC。 最後までその米沢の2ゴールを守りきって自動昇格権へ、そして逆転優勝へ向けて大きな大きな1勝、このアウェーの地で挙げてみせました。